中日根尾昇投手、約1ヶ月ぶりの先発登板を終えて課題を語る。中日の根尾昇投手が先発し、5イニングに3を8安打2失点、5回にスイッチ、2塁から8番持丸に右翼フェンス直撃の先制的自打を許すと、6回1死3塁からはシャイナーの左前的自打で1点を追加された。2死2、3塁となったところで2番手福にスイッチした。1軍ではロングリリーフ待機で2試合に救援登板していた。右腕は約1ヶ月ぶりの先発登板を終えて最後まで投げきれなかったのが課題です。先制点を与えないようにしっかり練習していきますと話した。ベンチ外だったとはいえ、水曜日までリリーフとして東京ドームの練習に参加、木曜日に移動日、抹消だったから先発再調整期間が実質2日しかなくて大変だったと思う。復帰登板ってこともあるかもしれないけど、あと1アウトだったから投げ切らせてほしかったな。肩肘壊してるわけじゃないからハンカチとは違う。今の段階では波の一軍投手にはなれる。ここからどのくらい伸びるかだけど、野手の方が期待できるんじゃないかなと今でも思ってる。先発中継ぎ先発という難しい調整の中、1ヶ月ぶりなのに試合を作った。早い回の降板でもあるまいし、上出来、打線は早い回に点を取ってくれ。先発調整したい中、リリーフ助けてくれてありがとう。次は先発できてくれ。野手は投手を助けるために毎日トレーニングをしているし、リリーフも同じ。ピッチャーも失点しないように周りに助けながらマウンドに立つ。それが野球ですよね。荒探しをせずに温かい目で応援しましょうよ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。